私は今関門海峡に、来ております。山口県下関の関門海峡にいます。今日のお目当てはですね、靖国神社の、創始の元になった桜山神社、昔の名前は桜山昇魂社という名前の神社 でございます。全国昇魂社の発祥の地となった神社、高杉晋作が騎兵隊を結成しまして、その騎兵隊の訓練場のところにこれからなくなっていくつもりで国家のために尽くすということを誓った時に、自分たちの墓碑を作ってほしいということで高杉晋作が提言して作られたのが桜山昇魂社です。物質とすることは物資階級だけのみならず、一般の庶民民衆に至るまでみんな平等に祀っているのがこの昇魂社の意義で、桜山昇魂社が初めて昇魂社の初めての事例となってですね、これをきっかけに全国に昇魂社が作られていく。でその中の一環が靖国神社、つまり東京昇魂社になるわけです。ですから靖国神社の創始の始まりがこれから行く桜山神社になるわけでございます。では現地レポどうぞ。こう四角錐になってますね。あれがあの神道式の、特徴ですね。神社の形式ですね、はい、お寺さんではなく、はい、ただそのお寺さんがどうこうっていうわけじゃなくてですね、はい、当時ですね、秘境地で知られる錦小路頼教教はですね、病気で亡くなられるんですけども、はい、その時には藩主が自らですね、仏式のお祭りをして神式のお祭りをしてます。ですので、はい、どちらがどちらっていうわけじゃないんですが、はい、草加玄瑞さんの、書にはですね、尊王攘夷のもと散っていくんだから、はい、和式を学ぶようにということが記されておりますので、まあ、ですので神道式の、お祭りになっているんですね。神道式のお祭り、晋作さんがですね、文久の3年に騎兵隊を作るんですね、はいはい、その時にですね、藩主陪臣という当時身分がありましたね、はい、こういった身分の境をなく交わろうじゃないかということを記しております。それがまさしく形になっているんです。ですので右手の奥には騎兵隊小物っていう名前が何つか見えます。あ、これが小物というのは当時のデッチっていうような意味なんで、まあ、そういった方々も同じように並んでるんですね。じゃあなんで松陰さんだけ高いのという話になるんですが、ちょっと高いね。あのですね、よくご覧ください、あの下の基壇の部分だけなんです。あ、そうね、つまり当時は同じ大きさだったんですね。はい、それがあの変遷の過程で一段高くなったんです。うん、ですね、当時は同じ大きさだったんです。素晴らしいことよね。それではいけないから言って一段入れちゃったんですね。そうですね、場所が変わってるんですよ。この場所に集めたのがですね、比較的近代になってなんで、その時に多分大きくしたんだろうなと。なるほど。いつ近代という。ですね、いくつか変遷があるんですよ。ですので昭和、そうですね、昭和ぐらいですかね、いくつかこう変遷をしております。できた当初は社殿をですね、囲むようにこう立っておったそうです。このそうなんです、火が、あ、この周りぐるっとあったんですね。あ、それは知らなかった。晋作さんはですね、当時は谷千蔵という名前だったんで、当社の御神霊の名簿も谷で名前が記されています。あ、そうですか。あれ神蔵という名前だったんですか。谷、千蔵。千蔵。潜む。まあ、はい、でも、あっち萩のとこ行ったら、高杉晋作の神蔵って書いてある。高杉氏、春風って書いてあるんですね。春風っていうのが本当の名前です。あ、そうなんですか。高杉春風なんですが、はい、意味なまなって言って本当の名前を表に出さなかったんですよ、ね。はい、ですので高杉晋作とか高杉東行とかですね、京介とかいろいろありますね。で、谷の姓から高杉家に後に服したんで、まあ息子さんの代ですよね。で高杉晋作春風と今はなってます。で松陰先生もですね、松陰吉田先生って書いてあります。ね、そうですね、面白いですよね。吉田虎内省でもなく、吉田松陰でもない、ご吉さんに行かれたからね。で、
まあ、訪ねたところによるとですね、松陰というのは豪ですよね、うん、このそうなんですか、そうなんですよ、まあ、あのこの豪を出すことによってですね、うん、敬意を称えたんだろうと言われています。あのお名前の脇に、はい、去年の合皮が記されてますんで、ご覧になられました？ぜひご覧いただいて、見てなかった。新作さんは比較的の彫りが深いんでですね、分かりやすいと思います。右側を見てください。そうですね、お分かりになります。うわー、ちょっとわかる。ちょっと角度変えると分かるんですが、何年、3年、そうですね、その前は何、これが分からんですね。あの病死って書いてませんかね、病死というのと、ここに去年29歳って書いてます。29歳、はい、あの大半の方が10代20代です。そうですね、そうですね、そういう方ばっかりね、あ、病死ってこれちょっともうちょっと読めようなまあ、ちょっとあの、のりこさんにも代わって差し上げて。はいはいはい、ごめんなさい。もう、疲れてきてしまった。本当だ、くっきり見える。面白いのがですね、こうした吉田松陰先生もおられれば、新作さんをさせた、あの白石翔一郎さんの日もあって、左辺の方には無敵さんという方が、この方はですね、武勇をたたえて新作さんが名前を授けた。無敵的なしだね、っていう方もおられます。ちょっとご覧いただきこの方ですね、戦ってると刀折れますよね、はい、そしたら石を持って戦ったと。強い石を持って、うん、石を持って戦った。無敵、すごい名前、無敵コーン虫。この方まだあの子孫の方もおられます。あ、そうですか、無敵、名字はやっぱり無敵さんですか。そうです。うわ、すごい、ですね、ありがたい反面ですね、見てくださいね、恥ずかしいって。なんかテレビの番組かなんかの名字の番組かなんかに出てきた。あ、そうですか、出したかな、なんか私無敵さんって聞いたことが。新作さんから授けられたという、あの大変名誉ですね。ね、そうですよね、新作さんからね。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、これから高杉新作さんの宝物を見ていただけるということで、特別に見せていただけることになりました。ありがとうございます。行ってきます。当社の、お宝ですよね、はい、の、姿勢としてこう、はい、モニュメントにしてあるんですけれども、はい、新作さんの字そのものなんです。これすごい、それをですね、写したんです。わ、ですので、これも墨の跡が本当の本物にもですね、あるんですよ。あ、落としたんですね、炭を。そうなんですよ、炭が落としたのか、丸めた時に、ついたのか、うんうんうん、分からないですが、酒飲みすぎてから落ちたか。これが創建の時に作った歌ですね。流れてきた、まあ、ここに書いてますけれども、大義のために死んでいく身なのにですね、はい、それをなさずに生き残っていることが恥ずかしいことなんだと。うちのお父さんがそう言ってました、いつも。非常に思いが詰まったものです。これお聞きしなかったら気がつかなかった。そうですか、ありがとうございます。左手の方に名前書いてますね、強制って書いてます。これこの、あ、はい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 、強制さん、ブルーに生きるですね、はい、あ、はいはいはい、あのこういった、お名前も使われてましたね、変名って言います、うん、まあね、諸君狂いたまえみたいな教えからですかね、山形さんなんかも、山形さんは京介だったかな、あ、はい、やっぱりそこから来てるんですね、松陰先生のね、おそらくですね、あの騎兵隊っていうのも、松陰先生の、はい、西洋歩兵論、はい、に記されてあるんですね、あ、ようご存知で、あ、いい、まあ、ですので一心に松陰先生の思いを一心にこう継いでいったのが新作さんだ。そうですね、ね、本当に優秀な方だと、ね、早く亡くなられたから ね、 まあ、ご病気がなかったらもっと違った、ね、ね、ものが見れたかなと思います。まあね、もう肺病じゃもうあの頃は治らんもんね。
あのこちらが靖国神社のね東京商工社の一番始まりなんですよっていうので、はい、今日はあの自衛隊の方でね、そうでしたか、あのお連れさせてもらったんですけど、自衛隊の方ならですね奥にですね、おすすめの場所がありますか、ね、自衛隊さんおすすめ。山形さんもあの行くんですよね。かつて CNS 事件で判事をされた方で、陸軍をされてた方なんです。はい、当社の方にですね、はい、非常にその通勤の念厚くですね、はい、いろいろとこう、功績を残してらっしゃいますね。ですので岸さんがこう名前を書いてますね。森谷さんすごい自衛隊つながりで。まあ当時はですね、昇魂場と申しましてですね、この昇魂場っていう名前が使われるのがここが初めてなんですね。それ以降に護国神社ですとか昇魂社ですとか移っていくんですね。そう思うとすごいとこですよね。全国の護国神社の発祥の地ですもんね。はい、青山和佐って言って、靖国神社のですね、初代宮司になった方もここのお祭りをされてます。大村益次郎さんもそうですね。そうですね。はい。大抵の方、山形さん、乃木さんとかですね、という方がここのお社っていうのは、奉仕をされております。あ、やっぱりね。どうぞ。ありがとうございます。すごい勉強になりました。ありがとうございます。ちょっと暗いです。あ、仲いいんですか。嬉しい。どうしよう。坂本龍馬さんの非常にその成功されている方で、佐々木貴之さんという方がおられます。この方がですね、下関の地に坂本龍馬が滞在してた時にですね、訪れておりまして、その時の日記の中に、龍馬お龍を訪ねた後に昇魂場へ立ち寄った、つまりここに立ち寄ったってことです。坂本龍馬はどうなのかということになると、まあ、地理に不慣れでしょうから、龍馬内緒お龍の案内があっただろうと、そのお龍の木がそちらの方にあります。外の方。こちらが新作のゾーンなんですけれども、こちらご覧いただきますとですね、県の博物館にも、置いてありますものと同じものですね。前言ってくださいね。前言ってくださいね。3幅作られたうちの一幅です。新作さんですね。新作さんの両道ってご覧になられました？まだ、はい、あちらもですね、はい、当社の参道の一部だったんです。ああ、そうなんですね。でそこで新作さんはですね、桜山七絶っていう漢詩を残してます。はいはいはい。どういったものかっていうとですね、ここの場所に家々を移したのを不思議に思わないでくれと、私は同志たちの墓前を履き清めたいんだとおっしゃってます。つまりこの場所ですねをお守りしたいんだっていうことを新作さんはおっしゃってるんです。で高山寺行かれますかね。今日はね、ちょっと時間がなくて、行きたかったんですけど。ごめんなさい、ちょっとお時間取ってますけど、高山寺で騎兵、高杉晋作さんっていうのが決起をするんですね。その時に、まあ、神霊かもしれないんで、遺書を残してます。この遺書の中にはですね、私が死んだら、この昇魂所に祀ってくれよと。ここから馬鹿、まあ、昔の下関を守るんだと。おっしゃってたんですね。ですので新作さんの思いが一心に詰まったところで、亡くなられた時に、吉田へっていう言葉も押さえた。これが下関の吉田っていうところにある場所を示しているのか、松陰先生を示しているのかは分かんないんですが、当時の方たちは、まあ、当時その吉田っていうところに豚書があったもんですから、そこに亡骸を移したんです。それが今の東行庵っていうところなんです。新作さんの亡骸が収まっているところ、ですので新作さんが生前のうちはやはりこの場所しかなかったんです。で新作さんここを建てた後にですね、いち早く松陰先生をお祭りしています。そうですね。ですので
東京の松陰神社さん、萩の松陰神社さんよりも古い段階で神道式の、お祭りをしておるんですね。すごいことですよね。一番最初ですもんね。そうなんです、すごいわ、ね、え、もっと知ってほしいですよね。そうです、本当にね、広いちゃんすごいとか宮司様にあの名刺出しとって、ちょっと後でご挨拶しちゃうの、うん、あのまた来たかろうか。そうですね、ぜひぜひ。まあ、そういった吉田先生の松陰先生の絵の思いがあるもんですから、あの新作さんはですね、妻のマサさんと松陰先生の火の前で、はい、飲み明かしたという記述があります。ですので皆さんが歩いたどこかで松陰さんと、松陰さんの火の前でですね、新作さんとマサさんが、はい、おられたわけです。あ、これはどこかでね。ですので歩いた道のりのどこかにそういう足跡があるんです。嬉しいね、すごいとこに来たね。ねえ、まだこちらが三条実朝です。ああ、三条さん有名な写真ですね。はいはい、これもですね、当時随行していた水野、っていう家のですね、うん、方、子孫の方が奉納されたものなんで、間違いない写真です。うん、なかなかこういった写真って出てないですよね。はい、早速。この本題を、はい、あの当社のご信仰ってやっぱりその保管って大変なんですよね。そうですよね。ですので、あの下関の博物館に預けておるんです。うん、ただいくつかこちらの方にも置いておりまして、その一つがこちら。わあ、嬉しい。あ、これがですね、貴重なものを新作さんの書で扇なんです。わあ、すごい。近く行ってみ、うん、近く行ってみ。あの間近で見てたら、ねえねえねえ、なかなか間近に。なんてペテンか。ちょっと左手の方に少し読める部分だけ起こしてますね。うん、すごい鳥肌が立つ感動で。なんで？いや、すごい肉質で。これすごい。どこ？あらかじめこういうことで見たいんだということをですね、お電話でもいただいておけば、あのご信奉ですね、持ってきておきますので。あ, ありがとうございます。また参ります。ありがとうございます。うち広島なので、そうですか、はい、近くですから。新作さんのですね、祖は秋の国なんです。はい、あ、そうなんですね。千早彦神社かな、にの神主の家系だって言われてますね。そうなんですか。お二人は遠いんです、埼玉から。あ、そうですか、それはそれは遠くからすみませんね、お時間とって。いやいやいや、もっと楽しむところ。でもよかった、本当に貴重な話がお聞きできて。ご主人さん、ごめんし、ぜひそれじゃあいいな。扇だったんですね。元々はね、それはちょっと、学装しております。またこれ、ご住職食べるからこの神社は857名の御祭神があります。国に神霊碑としてあるのが391柱。ただ当時亡くなった857柱です、ね、の、御霊をお祭りしています。これもいずれもですね、幕末に亡くなる方なんですね。みんな靖国神社はね、行くんだけど、はい、この存在まず知らないといけないですよね。やはりその思いというのは、ここから継承したものがありますからね。そう、ちゃんとやっぱり歴史って私思うんだけど、歴史ってずっとつながってますやん。そうですね、点点ではなくつながっていて、ここがなくして靖国神社はないわけです。なのでやっぱりまずやっぱり原点を ね、 そうですね、大事にしないとっていうのはすごく思いますね。いや、嬉しい感動です。良かったです。あの熱心にご参拝いただいてたもんですから、少しその差し出がましい。いや、もう嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな貴重なご神宝まで見せていただきます。ありがとうございました。長野の森家の家老さんのおかごだそうでございます。森家の家老ですね。はい、奥に棚がありますよね。はい、あれがの肘掛けだ。肘掛けですよね。ですので前がこちら。倉庫でですね、眠っておったものをですね、まあ、回収しまして。あ、本当肘掛けがある。結構当時のものでそのまま。小さいですよね。そうなんです。人の、はい、
ただやっぱり標準サイズだそうですね。あ、そうですか。あの萩なんか行くとその様の顔がすごい綺麗ですけどね。やっぱり今もちょっと顔ってちょっときついかもしれないですね。やっぱり藩主さんへの思いっていうのを思われてここに置かれていらっしゃる感じですか。いや、あのですね、たまたまご縁があって、この家老の家で眠っておるからどうにかならんかということで、で新作さんはですね、特にその鉱山寺で決起した時にですね、はい、調布港より少しですね疎まれておったもんですから、うん、籠でですね、うん、鉱山寺に向かったと言われております。うんうん、ですので、まあ、ご縁のあるものとしてですね、ね、家具も収めてます。鉱山寺さんっていうと後醍醐天皇の直眼寺らしいですけども、うん、やっぱりそれも関係してるんですよね、きっと。あのですね、七教がそこにおられたから、ね、だからそれがその太宰府にも行かれてますよね、新作さんは。はいはいはい、だから七教のもとに訪れてますね。で新作さん自身は、はい、菅原道真公を非常に信奉されておりました。ですので軍旗の方も菅原狼かな、っていうのが観光です、ね、はい、っていうのを持っておられましたね。もうついでと言っていや、すみません、本当嬉しい、ありがとうございます。この調布の毛利家のですね、はい、軍旗じゃ、うわ、すごい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 、ありがとうございます、ご主様、本当に貴重なもの、普段見れないもの、そうなんですよ、いや普段見れないです、特別な今日はご配慮です。まあすごい、え、当時のまんまですよね、これ、そうですね、綺麗に残当時のまですね、これ、すごい、すごい、触っていただいて結構ですよ、今だけ、今しかないですよ、今しかないですよ、あの、ダシャみたいですね、はい、だしゃ、だから、こっち向いてください、こっち向いて、お二人こっち向いて、写真も撮るので大丈夫です、場所いいですか、そこであ、はいはいはい、あの写真、お母様入り、お母様入り、写真一緒にいいですか、写真、すいません、ごめんなさい、すいません、はい、撮りますよ、はい、あ、いいですか、ま、はい、っすぐじゃないのもあるんですか、逆に、そうですね、あの本版、萩の方は少しこう、はい、なんですかね、筆文字みたいな感じで曲がってますね。気がつかなかった。はい、で調布がまっすぐなんですね。そうなんです。調布。で豊臣公からいただいた家紋ですね。はいはいはい。うちまっすぐだったような気がするけど。あ、そうですか。なんか長州の出身らしくて、元々。そうなんです。三代前から広島に来た。そうですか。ね。広島もいいとこですね。刀があるんですよ、こっそり。すごい。ボロボロな刀やね。いや、あの、ね、歯をね、うん、ご先祖、つかなご先祖さんがね、歯を、あの、なんかで、ギザギザに落としとか、歯こぼれじゃないんです。わざと落とした、うん。やっぱり保管の関係とかもあるんですかね。で、やっぱりその、戦時中とか結構徴収された方って多いみたいですね。ですので刀が残ってるところ少ないですか、ね、隠し持ったんです。で歯はね危ないから、うん、まあでも切れますよ、また残っとるわけじゃけん、ね、ですね。で、歩いた姿はですね、刀を引きずっておるようだったと言われます。そんなの何センチくらいなんですか。どうなんですかね、昔の方としては150ぐらいどうなんですかね、刀の唾があった、うん、それは長官に言ったんですよね、うん、ですよね、140くらいですかね。ただ剣の腕前のですね、柳生新影流の免許を書いてるのでは。あ、そうですよ ね、うん、ただですね、戦いをですね避けておられましたね。ですので生涯人を斬ったのは一度、これは幕府の密偵と目された方だそうです。うん、お名前ももう分かっておるんですけれども、その方だけだそうです。あ、そうですか。ね、で福岡ですとかいろんなところ、四国ですとか逃げますよね。これは多分にですね、松陰先生の志士で福音の向き合いあればという部分で、大業のために些細なことで傷つくことを恐れたんだろうとおっしゃられてますね。ですのでそういう面からしても松陰先生と新作さんの絆というのは深いですね。そうですね、
ちなみに刀の話、なんで出したかっていうと、はい、この刀の名前が秋の国佐伯将藤原の定康っていう名前なんです、うん、秋の国、広島ですね、今の佐伯村から、うんうんうん、今、佐伯町あります、ね、ありますよね、はい、そこの村の、鍛冶職人が作った刀なんですね。そうですね、土佐藩士が持っておったものを、気に入って、新作さんが気に入って譲り受けたということですね。タネピーが当たったんだって分身しちゃったちょっとお時間を取らせて申し訳ない。いやいや嬉しい、ありがとうございます。私も最後にちょっとだけ触って。いやいやそれは失礼な。あの、今のカラトというところにあるんですが、まあ、その辺りにおったんですね。で、死後、龍馬の死後ですね、この昇魂所を建てるにあたって作っておった明け物という茶屋、をですね、根城にしておったんですね。でその時に歌ったのが「もののふのかばにはここに桜山」という部分ですね、こういった歌を詠まれております、はい、ちなみに明け物もですね京都の方から勘定したそうなんですが、それには松さんですね、はい、松さんのその口利きでよって、こちらの方にということのようです。ただ現在の場所っていうのは分かんないですけどね、どこにあったっていうのこういった、お屋敷なんです。ですので明治天皇もですね、お越しになる予定だったんですが、当時ですね漁法系の最中ですね、下関の睦連島の西洋式の灯台をご覧になられました、その帰りに寄られる予定、こちらの方に寄られる予定だったんですが、潮の関係でそれが叶わなかったんです、うん、ですので後に侍従を派遣しまして、当時としてはやっぱり異例ですよね、平白御霊をいただいたわけですね、はい、それをちょっと記念の日にそこに書いてありますんで、あ、あれですね。名誉なことですよね。なかなか陛下から陛下様まで、ね、ないですもんね。あ、本当。この部分からしてもやっぱりその護国神社の重要な起こりだということが伺えると思います。いや、もっと日本人はここの桜山神社を知らないといけないと本当に思います。今護国神社すら分かってないですね。今の現代ですね。各地の国人さんって非常に苦労されてるんですよ。そうですよね、遺族の方も来られる気があって、次に繋がる人もいない、また崇敬心も薄くなってくる、なったもんな、ね、それ感謝の気持ちも薄くなってくる、ね、だってその子孫の方がいなくなる、遺族の方が、遺族の方がいなくなっても子孫の方がいらっしゃるわけですね。だから、遺族じゃないですか、遺族が。なんでこれは遺族が、なんでこれは何だろうと思って、理解できない、本当に。自分の GHQ の部分で、少し変わってきたんですけども、先ほどの意識としてですね、まず国民が集まっていっていることがどうなのかというのですね、思いの方もなんか、やっぱり出てきたんだろうなと。そうですね。先般なんていうのがあるんですね。先週国の際なんですね、本当にね、一方的に決められたよね、あの人に言われたら、強くの初めてなんで、全然いただいちゃったんだ。そうなんです、はい、あの、松井に当たるものでございます。そう、それは恐れ多い、もう、ほんとお恥ずかしい限りでございまして、はい、あの、ですので、宮戸川神社の子孫の会の方にずっと代々所属させていただいておりまして、はい、実は私自身も今大阪国学院に通ってて、はい、あのこの春から右になることに、目の方の神社ですけども、はい、なることになった。宮戸川ではないです、目の方の神社ですけど、はい、はい、右になることになってます。あの仲間入りさせていただきます。同志後輩ね。私東京の方の国学院、ああ、同じもいいの、ありがとうございます。先輩と呼ばせていただきます。いやいや、何恐れ多いもん。止めていかなきゃいけないなと思って、出なくなりましたね。そうですね。それだけ残ってないから、この人の方が
合いがそのお寺の知り合いが揃ってたところで見つけるようその書いたものとか、うん、そうですね。高山寺さんが五代御殿の直眼ということで、うん、その七教さんがそこに入られたっていうのはやっぱりなんか関連性があるのかなっていうちょっと感じが書いたものがあるかどうかわかんないんですけどね、うん、調べたら面白いかもしれないですね。その下関の地にも非常に、はい、南高祭ですとかこういった小金祭に詳しい方だったんですよ。あくま神宮というところもねぎだった方で、旅の松陰神社の宮司さんにもなられた方なんですけども、ちょっとお亡くなりになられて、非常に南高にですね、お詳しくて、かつですね、南高祭を行っております。そういった方だったんですね。南高祭自体はこう、今の方たちもですね、継続してお祭りされてますけれども、ただその詳しく知るのは残念ながらです。でもどんどんそうやって世代交代が進んでいくので、伝承とかいうものがどんどん消えていっている中で、なんとか残していきたいなと思って今いろいろと活動をさせていただいております。そんなに恐縮でございます。ありがとうございます。